アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。はい、もう春本番という風な感じの天気になってきましたね。気温とかも結構あったかい感じで、部屋の中でも暖房をつけなくても暮らせるという風な感じになってまいりまして、で釣りに行ったりして、なんか花粉も平気なんだろうななんて思って、マスクをちょっと横の方ににして、自然の中で釣りますからね。そしたらいいこう自然の春の香りっていうのがしてくるじゃないですか。でそれを楽しんでたら帰ってきたら大変なことになってしまいました。もう花粉の影響で目はかゆいし、喉はイガイガするし、くしゃみは止まらないしということで、大変なことになって、花粉症が治ってたわけじゃなくて、たまたま吸ってなかったというだけですね。はい、皆さんも注意してくださいということで、今夜もネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。はい、ここのところいい感じで釣りに行ってるわけなんですけど、合間を縫ってですね行くんですけども、はい、この BJ んちから、先週もお話ししましたっけ、60分ぐらいバイクでつるっと行ってつるっと帰ってこれるぐらいの感じなんですけど、そこへスーッと行ってですね、で朝早くに出てですよ、まだ日が昇る前に家を出まして、で現地に着く前ぐらいにだんだんとこう明るくなってくるところらへんぐらいからやって、昼ぐらいに上がって帰ってくるという風な感じなので、言うなれば、夜中まで起きてて、レコーディングなんかで夜中まで起きてて、そのまま寝ると朝越して昼になると、そういう風な感じで、無駄な一日を過ごしてるのをちょっと時間をずらしてるような感じですよね。早起きして、でお昼には帰ってきて、でそこからいろいろと仕事もできるということで、夜中まで仕事してた日は昼ぐらいに起きて、そこから仕事をするという風な感じと似たようなサイクル。自然の中に行って立って。これ釣りをするわけですから運動にもなりますよね。部屋にこもりきりでパソコンに向かって、アレンジしたりとかですね、このイコライザーを調整したりいろいろやったりする、体に悪いですよね。ずっと座りっぱなしは良くないみたいですからね。でなるべく釣り場に行ったらですね、椅子は座らないように、持って行っても荷物を置いとくぐらい用の椅子ぐらいにしてですね、自分は座らないようにしてなるべく立つと。で、先週も言いましたっけ、その釣り場のちょっと高い部分、高い位置のところで釣ってですね、釣れたら降りて、で水際で、お魚をこうリリースして、でまたその上のところ、岩の上の方まで登ってまた釣ると。上って言っても1メーターぐらいなんですけど、その上下を繰り返してですね、50匹60匹ぐらい釣れれば50回60回上がったり下がったりするわけですよ。これは体にいいですよね。一気に階段を登るわけではないですが、釣りながら夢中になってなんかやってると運動にもなるということで、いいでしょうかと体にも言い訳してるわけじゃないですよ。それでは1曲聴いてください。
ヶ崎 FM。 はい、エルビス・プレスリーの Love Me Tender という曲ですね。これもともとは、オーラ・リーという曲がありまして、ソロメロディーに歌詞を乗せて、そのオーラ・リーというのはトラディショナルな曲なんですけども、それに歌詞を乗せてちょっとリズムを変えて歌って、このラブミーテンダーになってるということなんですね。で、このラブミーテンダー、エルビス・プレスリーの曲をですね、なんとあのエルビスのウクレレを使いまして今回聴きました。エルビスの U100S と言いまして、 BJ があのエルビスブランドと一番最初に出会った、ウクレレなんですけども、そもそもそのアマゾンで見つけて安いし形もいいしということで買って弾いてみたら、これが意外と音がいいということで、一時期メインとしても使ってました。他のは置いといて手軽に持ち運べますからね。海岸の、あの海でライブとかイベントとかっていう時にそれ持っていて、砂かかろうが、直射日光に当たろうが大丈夫ということで、まあバリバリに使ってかなり引き込んでるので、あの買ってすぐの音とはちょっと違いますよ。はい、引き込めばウクレレっていうのはどん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 いい音になりますから、ね、BJ がわりかし長期にわたって弾きまくったり、ステージをやこなしたりとかいろいろやってたので、かなり使い込まれてる音なんですけども、皆さんが今エルビスの U100S というこのウクレレ買っても、これと同じ音じゃないですが、皆さんが愛情込めて、弾いてあげればこういう音になってくるというところで、このウクレレがなんとですね6000円するかしないかぐらい、その辺ぐらいの値段だと思うんですけど、びっくりしますよね。はい。で、湘南ウクレレクラブではこのウクレレ皆さんに一番におすすめしてるんですね。あの初めてこれからウクレレをやろうという方に、おすすめのウクレレありませんかというと、もうこのエルビスの U100S というのを、一番ですね。まあ、それと、まあ、似たような同じあのメーカーなんですけども、オースティンの海ワンというこの2つですね、2大ブランドとしておすすめしてます。ぜひですね、これからウクレレやってみようという方、このエルビスの U100S をおすすめできるかと思います。最近ですね、ちょっとまた、仕様変更されたんですかね、ペグの、回し具合がより滑らかになってるようであります。この間あの見させていただいた、あの購入してウクレレクラブに参加いただくと、 BJ が直接あの検品させていただきます。まあ今まで、2桁以上の数検品もさせ、そうやってあのウクレレクラブに持ってきていただいてですよ、検品もさせていただいたんですけど、これあのダメですね、返品した方がいいですねっていうのは1本もないんですが、まあ念のためですね、初めて買う方、気になってる方はウクレレクラブに持っていただきますと検品もさせていただくということで、ぜひ。はい、このフライフィッシングですね、最近 BJ がその中でも、ハマってるのが、やはりあのドライフライの釣りといいまして、水面の上にこのフライ毛針を落として、その水面にこう漂ってるフライを下から魚がガバッて食べるという、このダイナミックな釣りなんですけども、これをあの
まあ、合わせるのとかも難しいんですよ。魚がパッと出てきて、テレビとかで見ると上手な人はもうパッと出てきたらうまい具合にかけてるんですけど、なかなかそれがうまいこといかないということで、いろいろとやって、まあ、練習してるわけなんですけども、その毛針フライを水面の上に浮かせるためのフローティング剤というのがありまして、というのは水が染み込んでくるとそのフライも毛針が沈むんですね。で、沈まないようにフローティング剤というのをつけて、釣るんですけども、その中でたまたまネットで見つけたんですけども、自転車用のグリスと言いましてもフッ素剤、みたいなもんで、その魚に影響はないみたいなんですけども、それが一番効くということで、ちょっと試しに取り寄せてみました。今度使ってみようかなと思うんですけども、まあ一匹釣れると大体、そのフローティング剤が取れて、また塗り直さないとダメということで、で、乾燥剤みたいな粉のやつもあるんですけど、それはどうも指先がすごく荒れるということで、一回使ったことあるんですけど、本当に荒れて、指先の水分も全部取るんですね。で、それじゃないもので、なんかいいものというところで、これまたこの放送の何日か後ぐらいですね、また、テストに行ってこようと思うんですけども、はい、なかなかフライフィッシング面白いですよ。ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今出ておりますまん延防止等重点措置、まん防ですね、新型コロナに対するこのまん防がですね、来週の21日の期限をもって解除されるというのが発表されたみたいですね。これで何もなく、ウクレレクラブも、それから間もなくやってまいります、もう1ヶ月切りましたね、ウクレレキャンプ、こちらの方も楽しめると思いますので、ぜひぜひ参加いただきたいと思います。4月からは茅ヶ崎里山公園の練習会も月2回になります。第2と第4の月曜日ということで、そちらもお待ちしてます。週末の練習会は割と、人数がたくさん集まってるんですが、平日の方は空いてますから、場合によってはマンツーマンに近い形で練習会に参加できる場合もあります。平日参加できる方、ぜひ、お待ちしてます。ということで、今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM